はい、とブレイブリーデフォルト2実況プレイのパート65をやっていきたいと思います。ちょっと収録外で、ジョブレベル上げをしておりました。まあ主にセスノですけどね。まあ今シーフレベル11なんですけれども、現状指数がですね、ファントム、ソードマスター、魔獣使い、銀融詩人、モンク、ヴァンガード、白魔導士、黒魔導士、すっぴんと、9つのジョブをマスターした状態になりました。まあね、ソードマスターでサブジョブをね、すっぴんに変えることで、まあ、進化が発揮するといった状態をね、どんどん強くしていこうと思ってやっています。いつかヴァンガード超えてくれんじゃねえかなと思って。どうなんだろうね。あ、でね、撮影外で、なんだろう、強敵、希少種モンスター的なやつと戦ってね、このカルーンウェダンっていう探検2つ盗みました。多分これ最強の探検、最強なのか純最強なのか分かんないけど、クラスの探検でね、めちゃくちゃ探検の割に重量プラス30でめちゃくちゃ重いんですけども、まあ、なんとか遊びできそうなんで使ってました。はい。これやろうとするとね、両方とも同じ武器装備しないといけなくなっちゃうんで、またちょっと考えないといけないんですけど、まあ、とりあえず。一撃の打診とかつけれるなら、会心強化とかつけた方が素直に強いんじゃないかな。そもそもそんなに回心率上げてたかっていう問題もあるけど、カルーンウェナンの方が強いんだけど重いんですよ。でこれだと605ね。あー、カルーンウェナンつけた方がちょっと強くなってる。マジか。やらかした。いや、なんかこうなってくるとなんとかつけれねえかなって思っちゃうな。カルーウェなんでしょう。マンボウでいいかな。こっちの防御力は上なんだ。この時点で重い。あ、いけそう。いけましたね。で、前回ね、一応目的のものも入手できたので、早速、渡しに行きましょうか。これ、剣もワンランク上の武器とか手には入れない限りは、こっちの方が強そうだな。でもまあ、ぶっちゃけ僅差なんだよね。探検の属性が2人いるっていうのもちょっと、どうなんだろうね。よくねえか。間違えた。すぐ悩んで試行錯誤こう、したくなっちゃう。黙ってスタンクライムにしとこう。これだって今度598あるんだから。679、やっぱ高えな。いや普通に無理ですね。
パワーリスト1個ぐらい来てえな。665。これでいいじゃん。そんなに回心率上げてないね。でもいっか。もうでもステータスが高い。これでいいか。これなら大丈夫だ。早速この枝に魔力を込めよう。我が輩も手伝おう。ロディ。大丈夫だ。魔力を一気に消失しただけだ。しばらく休めば回復する。そうか。ならばビジヌの方は我が輩たちに任せろ。すまない。それでこの枝をどうすればいいんだ。君たちは不死族がどういうものか知っているか。死してなお動くもの、死を超えた存在、そう聞いています。それが一般的な解釈だ。だが正確には微妙に違う。人はいつか死ぬ。つまり生者は死に向かって生きていると言える。しかし、死者たる不死族は逆だ。死から生へと向かう性質を持っている。とは言っても、生き返るというわけではない。永遠に到達しない生へと向かっているだけだ。いくら倒そうとも、復活してしまうのはこのためだ。したがって、不死族の活動を停止させるには、彼らを生へと到達させればよい。なるほど。それでトネリコか。ああ。回復力や成長力が高いトネリコの木は、豊富な生命力を持っている。魔力を込めたのは、その生命力の伝導率を高めるためだ。あとは、ビジヌを倒した後に、この枝を打ち込めばよい。もっとも、これは師匠の残した書物の受け売りだ。成功するかどうかは信じるしかない。我が輩たちの師匠だぞ。成功するに決まっておろうが。そうだな。町の人たちを、リリーを助けてくれ。頼む。ああ、任せてくれ。よし。とりあえず、休ませてもらっていい？その船のやつやりたいんだけどね、いないんだよね。オッケー。早速向かいましょう。この今向かおうとしてるとこ、俺前収録外でフラット入っちゃったところだな。どうりで敵が強いわけだ。戦えてたけどね。だから宝箱はほぼ取れてると思う。何気にかどっかで取り逃してんな。
探しながら行こうか。あ、さすがに敵がもう光ってない。むしろ敵逃げるしね。あったー。お、大したことなさそうだ。余裕でしたね。お、ありがてえ。一瞬ジョブをシーフにして、やってからありない。よしよし。の音楽と関係があるのかどうなのか。でもその辺ってことか。めっちゃおりゃん敵。全部逃げるけど。セーブできちゃおうか。我が実験の地に立ち入りし者よ、命が惜しくば即刻出て行きなさい。町の人たちを返してもらおうか、ビジヌ。ほう、ウィズワルドのものか。あの弟子がいも残っていたとは。だが町の人を助けたければ時間はあまりありませんよ。早くしないと町の人たちは急ごう。はいよ。面白いです。これは面白い。途中で不死族に殺されるもよし、
間に合わず絶望するもよし。そう思っていましたが、よもやここまでたどり着くとはね。私の実験の余興として十分楽しませてもらいました。余興だと？ええ、戯れはこれで終わりです。あなた方も捕らえ、不死族に変えて差し上げましょう。残念だがそうはならぬよ。お前を倒し、ウィズワルドの人たちも救ってみせよう。ウィズワルドを故郷とする者として、そしてエマの弟子としてもな。エマの弟子だと？無能で不作法で無神経なあのエマ、師匠だけに飽き足らずその弟子までもが私の邪魔をするというのか。不死族の王ハイアンデッドとなったこの私を。師匠に勝てないから人を捨てただけだろうが、お前は逃げたんだよ。なんだと？そんな奴に我が輩が負けるわけにはいかんのだよ。さあかかってきたまえ、引導を渡してやろう。力の差を知りなさい。私こそ最強最高の魔法使いなのです。力が溢れる。さてやる気十分。全然使ってないね。行くわよ。掴みもあんまりないけど。様子を見させてもらうわ。全身全霊をかけます。力を与えたまえ。いいわね。力がみなぎる。とりあえず調べとこう。探検に弱いところもう終わったやん。出しちゃおうかしら。かすり傷です。おかすり傷です。おもう痛い。切り札を見せてやろう。ふむふむ。力が溢れる。さあ覚悟なさい。強化の魔法をこれでいけるわ。やる気十分。次に行くわよ。我が輩の本気痛いか。参ろうか。ここだ。全身全霊をかけます。やっぱエルビスとヴァンガードの技にはかなわねえな。本気出しちゃおうかしら。こいつは効くんよ。やつで。どうです、私の魔法の力は。不死族の王ハイアンデッドとなり、魔人のアスタリスクを手に入れた私は最強最高の魔法使いとなった。今であろうがその弟子だろうが、もう誰も私を止めることはできないのです。力が溢れる。全力だ。言ってみるかい、むしろ。あーなるほどね。行くぞ。俺の剣線見えるかな。さあ、行くぞ。繋ぐわね。はぁっ、こいつは効くんよ。おとなしくなさい。確定カーストダメージだもん。ほぉ、やりますね。この私と互角にやり合うとは。だが、
その程度の力では私を倒すことはできません。万が一に倒すことができたとしても私は不死、不死身なのです。私がつなげるわ。やっ、行くわよ。覚悟するのね、はい、これで、ね、そんなの。ほてら会心の出来だわ。さてほっ、よし、やっ、ね、はぁ、あ、さすがに四天王剣使った方が強いな。はぁ、たぁ、次だ。残念でしたね。まったく残念です。私は不死、不死身だと言ったでしょ。何をしようがこの私を倒すことはできないと思うか。当然です。と思うよな。ところができるんだよ。な、何を、これは何が起こっているのですか。私の体が、私の体が崩れていく。お前が見下した師匠の書物に書いてあった不死族の倒し方だよ。なんですと。お、どうやら聞いているようじゃないか。さすがは我が輩の師匠だ。バカな、こんな者たちに、この私が、そんなこと認めません。こんなところでこんなところで、この私が、こんなところで。お前の負けだ、ビジヌ。はい。そして、魔人。これ多分使わねえな。味方、敵味方すべてを破壊するとか書いてるもん、ほら。これ多分使わねえな。前作か。の魔人は結構強かったけど。ありがとう、皆さん。そして、エルヴィスもな。本当にありがとうございます。また助けていただくことになるなんて。気にするな、ロディ。ここは、我が輩の故郷だ。それで、グローリア王女は、これからどうされますか。風のクリスタルを取り戻すため、ホログラードへ向かいます。では、私たちも、そのお手伝いをさせていただけませんか。こたびの事件の黒幕は、ホログラード。我が国としては、このまま引き下がるわけにはいかない。それに、あなたには一度ならず二度までもウィズワルドを救っていただきました。その恩返しをさせてください。ローディさん、リリーさん、共に参りましょう、ホログラードへ。感謝いたします、ローディさん。まずはプラシド王の待つハルシオニアへと向かいましょう。
ご無沙汰しております、プラシド陛下。代表就任以来ですかな、ロディ殿。このような場で改めてお会いすることになろうとは。運命とはかくも劇的なものだ。すでにサバロンのポール王子もいらしておる。お約束通りお手伝いに参りました、グローリア王女。ポール王子。我らは皆ホログラードからの侵略を受けた。グローリア王子らに尽力いただかなければとうに国は失せていただろう。こたびの侵略は3年前に起きたミューザへの襲撃から始まっています。あの日我が国を襲った者たちはクリスタルも奪っていきました。皆さんはおそらくクリスタルを火、水、風、土の力を宿した神器と考えているでしょう。それは間違いではありません。しかしクリスタルの真の役目は別にあります。最悪を封じるための鍵という役目が。遥か昔、我が国の王と三人の戦士が闇の瞳と呼ばれる最悪と戦いました。闇の瞳がどのようなものなのか、それは分かりません。しかしそれが引き起こした天変地異により世界は死に瀕したとも言われています。激しい戦いの末、4人の戦士は神々より授かった4つのクリスタルにより闇の瞳を封じたのです。ですが闇の瞳の力は強大で、クリスタルの力をもってしても完璧ではありませんでした。クリスタルの力は日々失われてゆき、200年ごとにクリスタルへと力を注ぐ必要がありました。以来、我が国はクリスタルによる封印を守るため、その役目を担ってきたのです。だがクリスタルは奪われた。それはつまり封印が解かれてしまうということか。幸いなことに、取り戻した3つのクリスタルにはまだ力が残っていました。今ならばまだ封印がすぐに解かれてしまうことはないでしょう。しかしこのままではいずれ闇の瞳が蘇るのは間違いありません。今こそ皆さんの力をお貸しください。世界を救うために皆さんの勇気を一つに。長年の友好国としてハルシオニアは全面的に協力しよう。サバロンももちろんお手伝いします。我が国を救ってくれたこと、そして兄の起こしたことに対する償いもありますから。どうやら光の四戦士の一人は弟弟子らしい。ならば兄弟子として手助けしない理由はない。我が国を襲撃したホログラードとも白黒決着つけねばならぬしな。ではグローリア王女の準備が整い次第、我ら三国はホログラードへ向けて出陣しよう。我らが道を切り開く。光の戦士のために。光の戦士のために。光の戦士のために。じゃあとりあえず一旦ここで一区切りにしましょうか。さてここからいよいよ、各国々がね、協力してくれてホログラードに立ち向かっていくということでね、まあアダマス配下の将軍たちは片っ端やっつけたところで、いよいよアダマスとの決着も近いのかな。もはやリベンジだけどね。
はい、まあ、それでまた次回やっていきたいと思います。では、ブレイブリーデフォルト2実況プレイのパート65、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。